ビッグカメラ女子ソフトボール高崎は群馬県高崎市を拠点とする女子ソフトボールチームである日本ソフトボールリーグ女子一部所属チーム愛称はビッグカメラ高崎ークイーン獲得タイトルは全国社会人女子チーム最多の計49回を誇る1八十一年9日立高崎工場創立十周年記念事業の一環で 日立高崎ソフトボール部として総部。元全日本監督の宇津木太鼓が総監督を務める。1987年、チームメンバーの安藤博美らが参加した群馬県青年女子が秋の国体ソフトボール競技で優勝。初のタイトルとなる。2003年、日立が半導体部門をルネサステクノロジーへ移管する際に、チーム名を日立ルネサス高崎に変更。 2007年、ルネサス・高崎女子ソフトボール部とする。2009年3月2日、チーム名を、ルネサス・テクノロジ、高崎事業所女子ソフトボール部に変更した。2010年4月1日、ルネサス・テクノロジーと、NEC ・エレクトロニクスとの合併によって、ルネサス・エレクトロニクスとなり、ルネサス・エレクトロニクス、高崎女子ソフトボール部に、チーム名変更。 2015年1月1日よりチームが高崎発祥のビッグカメラに関されることが発表されビッグカメラ女子ソフトボール高崎にチーム名変更ありがとうございます